はい、酒好きなもの新潟人の飲酒動画です。今回は、前回の CGC の、ジェントのオフの、ジェントの、今回は、プラス、ジェントプラス、麦の旨味、氷点ろ過製法、アルコール度数が 6% の第3のビールです。CGC の、CGC ですね。はい。原材料が発泡酒かっこ麦芽とホップと大麦とスターチと、スピリッツかっこ大麦と炭酸ガス。原産国が、大韓民国ということで韓国です。輸入者が株式会社 CGC ジャパンと。上、韓国製。韓国製でした。まさかの韓国製だったということでね。まあ、韓国製でもうまけりゃいいんだけど、まずいからな、大体。まあ、うまけりゃいいんだけど、最悪うまけりゃいいんだけど、カンピー。ああ、結構おいしい。あ、これはおいしいぞ。前回のジェントオフに比べると、明らかに、美味しいですね。ジェントオフ、ジェントプラス。はるかに美味しいですね。程よい苦味と爽快な飲み応えが特徴。泡持ちが良く滑らかな口当たりです。うん、これならまあまあ、うん、まあワンチャン買わなくもないけど、でもまあ韓国だからな。まあジェントプラスの方はまだ美味しいとは、まあ、思えるレベル。うん。うん。まあ、ちょっとまあ、麦の、風味があるんで。まあ、薄いと言われりゃ薄いんだけど、まあね。まあ、でも韓国だからな、わざわざ。そのキリンビールとかの第3のビールを、まあ金麦とかさ、あのサントリーのね、第3のビール、今さ、日本の第3のビールは本当にかなり美味しいのは多いんで、わざわざまあこれを買うかって言われると、怪しいですよね。間違いなく怪しい。まあ韓国ですからという、あれですからね。まあ味としてはそこそこ、まあ第3のビールにしてはまあそこそこ美味しいんじゃないか。まあ、ただ俺は中国と韓国と北朝鮮が大っ嫌いなんで、あいつらの全員死ねばいいと思ってる。死ねばいいと思ってる人間ですからね。俺がデスノート持ってたら、間違いなく全員皆殺しにするけど。札幌。まあ、間違いなくね、全員皆殺しにするところですけど、まあ残念ながらね、持ってないんで、デスノート持ってないんで、まあでもあれだよね、まあ日本の第3のビールも非常に美味しい。麦とホップとか、金麦とかね、他にもまあいろいろあるんだけども、非常に美味しいですからね。
まあ、わざわざだ、あの、怪しいね、あの、韓国製のビールを買うかっていう、第3のビール買うかっていう話にもなるんですよ。うん。だから、どっかの工場では、あの、中国かな？中国の工場でパンをね、あの、工場の働いてる人間が、あの、汚い話ですけど、あの、タンをペッて吐き出して、あの、出た動画ありましたよね、前。前ありましたけど。まあ、ああいうことになってる可能性もあるんで。やばいですね。まあ、どうなってるかわかんねえからな。まあ、かといって、あの、日本の、だからって言って、あの、タンが入ってないとは限らないんだけど、まあ、まあ、それを言、あれ、まあ、どっちにしろ、まあ、ちょっと、あれだけどさ、でもまあ、まあ、日本人ですから、わざわざね、俺の韓国大嫌いなんで、韓国のね、やつを買うかって話なんだよ。クリア朝日とかね。クリア朝日も美味しいですよね。まぁ、ちょっと薄いかなって感じはするけど、風味は結構あるんで。うん。あ、最近はだいぶ寒くなった。寒くなってきてるんですけど、まだあの、パンツとシャツで、あの、一丁ですけどね。うん。まあ、だいたい、24度ぐらいとかね。部屋の中24度とか。で、外出ると20度ぐらいなんですよね。結構やっぱり、あの、秋が。もう10月ですからね。もう10月だから。もう今年もあと2ヶ月足らずと。3ヶ月足らずですね。あ、まあ、まあ、今年はあんまりいい年ではなかった。と思いますね。あの、俺が思ってるとかじゃなくて、多分みんな思ってると思うんですけど、あの、非常に災害が多かった年です。今年は。で、まあ、非常にね、そういった、な、地震とかね、水害だとか、ね、いろいろあって、本当に、まあ、ね、亡くなった方にはね、あの、ご冥福をお祈りしたいんですけれども。まあ、だから俺も、ね、あの、だから、いつ死ぬかなんてわかんないですからね。明日俺が死んだって、あの、わかんねえんだから。その可能性ってあるんだからね。まあ、明日東京で大地震が起こらんとも限らないわけですよ。結局。だからわからへん、つうことですね。一つ言えることは、あの、未来なんてわからへんっていうことです。うん。そうそう、関係ない話しますけど、あの、最近、あの、家政婦の見たっていうね、あのドラマ、まあ、かなり昔に10年前ぐらいにやってたあのドラマなんですけど、久々に見まして、非常に面白くてね。非常に面白い。まあ、泣けるっていうかね。最初はあの泣けないんですよ。最初はね、ドラマの全部で12話ぐらいあるのか。前半の6話目ぐらいまではもう泣けないんですよね。ただ後半になってくると、あれは非常にあの確信がついてきて、すげえ泣けるんですよね。本当にあの10話ぐらいになって、もうボロボロ、あの涙をこぼれるレベルの、やばいですね、あれは。家政婦の見たも本当にあの視聴率が
すごかったんですよね。その当時 20% とか 25% とかの視聴率だったっていう。まあ僕はその時は見てたんだけど、バラバラで、その続けて見てなかったんで、飛ばし飛ばしで見てたからね。まあ本当に面白いです。まあ面白いって言っちゃあれなんだけど、まあ非常に感動、まあできるストーリーにはなってるかなと。まあ非常に泣けるドラマですね。まあね、そう、また関係ない話だけど、じゃん、こちら日清のねチョコフレーク買ってみました。こちらですね、今騒ぎになってるチョコフレークが販売終了するとかいうやつのチョコフレークなんですけど、これはメーカーが違って、森永のチョコフレークは販売終了するんですけど、この日清のね、この日清のチョコフレークは販売終了しないということで、で、いろいろググってみたところによると、こちらはですね、その森永の、チョコフレークの1年後に発売されてる、ね、発売開始したのが1年後なんです。ただし、いわゆるシェア率、商品のシェア率としては、こっちの方がね、75% のシェアがあるということで、こっちが元祖が勝ってるというね。じゃあ元祖よか勝ってる、元祖じゃないのに勝っちゃったみたいな。これ美味しいんですよ。で、しかも値段としてもこっちはね88円ぐらいで売ってるんです、近くの、スーパーで、薬局で買ったんですけど、ね。ただ、森永の方は200円、定価が200円ぐらいって書いてあったんで、かなり高いと思うんですよね。だから多分売れないんだろうな。これ美味しい。これを牛乳にかけてコーンフレークみたいにして食べると美味しい。これな。これ美味しい。まあほとんどね、森永の方が高いんで買ってなかったんですけど、あれだね、こっちの日清の方がね安いんで、やっぱりシェアが安い方はやっぱシェアがあるよね。まあそりゃそうだよな。まあ、ということで、こちら、3233です。ご視聴ありがとうございました。